ました。まあその優勝しきって結果を出してというところもありつつ、決勝ちょっと難しくなりました。なんか初週からちょっと、うん、でも、うん、まあ動く選手ばっかりだったから、うん、絶対ジャンで絶対動くと思って、うん、ジャンで絶対誰かが動いてみんな動いて団子になってって予想してたので、うん、で自分はもう絶対後方からスタートになる、後方から行けるように発進しようって思ってたので、うん、案外その時はじゃ冷静に、はい、うん、案外行けましたね、うん、なんか逆に簡単な予想ができました、うん、簡単に、はい、確かに縦勝負の選手が揃っていると思うと、うん、もう絶対ジャンから動くじゃないですか、うん、里見奈ちゃんもいるわけだし、うん、だから逆に考えやすかった、予想しやすかったです。まくり球に当たってはどうですか、結構外、うん、やっぱりでも初日2日目と長い距離もがいとった分、うん、結構割と楽にいけたかなっていうのは、うん、はい、ありました、うん、あとはまあ地元福岡で勝てたというのが、そうですね、うん、すごい競輪さん楽しみにしてたので、うん、優勝できて嬉しいです。これが、まあ、おそらく毎年続いてというか、うん、定番大会になるでしょうし、うん、まあもっともっとレベルアップして、うん、また来年競輪祭走りたいですね、はい、この大会、まあ、久留米といえば中野さんは世界戦を10連覇ぐらいしてますけどこの大会10連覇してもらいたいなと思います。そうですね、頑張ります。まずはその前に、静岡グランプリやる、はい、まあ、グランプリで優勝して嬉し涙を流したいんで、ついについに流しちゃいます、うん、嬉し涙を。いわきのドリームで流し忘れた涙はい、まあ、しっかりね、またグランプリに向けて、うん、あくまで今回通過点なので頑張ります、はい、はい、じゃあ静岡で涙、このカメラで送られますんで、あ、わかりました、お願いしますたくさん貯めとってください。はい、たくさん貯めときます。ありがとうございました、はい、ありがとうございました